女子柴田です。今回はボスブルースドライバーをいろんなギターで鳴らしていきたいと思います。リクエスト動画なんですけれども、うちにはねいろんなギターがあるので、今回各ギターブルースドライバーで鳴らしたらどんな音がするのかっていうのを検証していきたいと思います。まあ今若者に人気なのはですね、やはりブルースドライバーとこのジャズマスター、このジャキッとしたサウンドがまあ人気がありますよね。あとテレキャストかなのかな。今回はですね、まあ、いろんなギターで音鳴らすんですけれども、皆さんは何が好みだったかと、こういうギターがね一番合うんじゃないかみたいな個人的な意見なんかもコメント欄にねいただきたいです。多分ね世代によってもね結構ね好みが変わってくると思うんですよ。このねブルースドライバーはね95年にリリースされてるので、当時ね僕はね高校2年生とか3年生、肌感的に言うとね当時ねリリースされたばっかの時はそんなにね人気があるわけじゃなかったです。というのもやはりですね、あの時期はハイゲイン系がね主に一押しみたいな感じになっておりまして、それにもねやっぱね理由があるんですけれども、まあライブハウスシーンだったりとか、あとスタジオにですねあんまりねいいアンプが置いてなかったんですよ。なので、ね、全くアンプでは歪まないとか、それでもって時代はハイゲインという風な感じになっていたので、まあ、個人的なね肌感的にはそんなにねお店でも一押ししているような感じではなかったです。リリースから数年経ってから人気が出てきたんじゃないかなという風な感じですかね。まあ、でも今は一番人気だと言っても過言ではないでしょう。人気の理由としてはですね、まずね、ゲインの効きがいいというか、例えば SD1 とかだったらもう12時過ぎたらね、あんま変わんないんですよ。でもこのブルースドライバーはね、もう0から10まで割とね、いい感じで可変してくれるんで、そのあたりもね、色があって面白いですよね。で、あとボリュームの追従性がいいとか、まあそもそも音がかっこいい。でもね、今ね、僕ね、インスタでショート動画やってるんですけれども、ジャズマスとかでブルースドライバーこうジャカジャカ弾くと、お前は使い方間違ってるぞみたいな外国人の人がねコメントしてくる時があるんですよ。なので一部の国ではもう本当にねブルースとして使われている、元々のねネーミングがそういう風な感じなんで、開発時はねそう進んでたと思うんですけど、まあ、結果的に違う使い方をしている方の方が今多いんじゃないかなという風な感じですかね。ではではちょっとね現代の王道ジャズマスからいきましょうか。ではまずはリアでアンプ直の音。ブルースドライバー12時で鳴らしていきます。真反対だね。レスポール行ってみましょうかね。ではレスポール行きます。ブルースドライバーオン。ではなくズンズンっていう感じですかね。では次ストラト行きましょうかね。ちょっと毛色の違う交互に行きましょうか。これもリアで行きます。
ジャズマスターはちょっと違うジャキジャキ感ですよね。このね、違うジャキジャキ感も面白いと思います。では SG 行きましょうかね。ミニハムです。じゃあオン。ミニハムだけどね、しっかりありますね。思ったほどはジャキジャキにならない。やっぱね、ズンズン系の方が強いっす。では続いてはテレキャスターいきまーす。オン。キラキラも、まあ、人気の理由なんでしょう。じゃあ最後にね、ちょっとね、 P90 いきましょうかね。キラッと感もある。まあ個人的にはこのね P90 が一番ほどいいかなというふうな感じはしますね。ズンズン感もありながら、まあ、ジャキッとした感じもある。まあ、これはね、僕の意見ではありますけれども、皆さん的にはいかがでしたでしょうか？コメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。